さあやっていきましょう。つむつむセブンスアニバーサリー1日限定プレッシュ法第4位、よ何回目なんだろうね。はい、ということで続いてですね、フェアリーゴッドマザーでも名前がかっこよすぎる。フェアリーでありゴッドでマザーですよ。やばくない？妖精で神で母、もうやばいよね。もうなんかもう天地創造の神超えてるような存在って感じしますよね。フェアリーゴッドマザー、なんか改めて名前見てみるとすげえ名前だな本当に。いやー、僕の本名もね、英語に直したりするとなかなか荘厳な名前だったりするんですけどね。あのブルーホースは全然関係ない名前ですから。いや本当になんですけど、さすがにフェアリーゴッドマザーには負ける。うん、すごいな。それは囲ってるのがドラゴンと犬と竜って、あ、ドラゴンと犬と竜って一緒だ。ね。一緒に周りも消してくる。よし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 。ふいふいふい。あ、さりげなく綺麗、さりげなく綺麗な、人になってる。うん。何さりげなく綺麗な人になってるって。本当に。もうだんだん、本当に武力がなくなってるのに、やばいよね。よし、つながってゴッドっぽいっすね、マザーっぽいっすね、フェアリーっぽいっすね、このスキル。どれだよ。はい。いやー、素晴らしい。あ、ここのタイミングで使われちゃう。すげえ。ちゃんとシンデレラになっていってる。いや、元からシンデレラなんですけどね、シンデレラなんですけどね、なんかもうか、まあ、とりあえず、ミッションもクリアできたし、結果、オーライということで、ラスボーナス！コインも、ギリギリ700枚足りなかったですね。はーい。ということで、フェアリーゴッドマザー。すげえ名前だよな、本当に。フェアリーであり、ゴッドであり、マザーですよ。ほんと、かっこいいなぁ。なんかブルーホースって青い馬って、なんかね、なんか考えよう。ということで、お疲れでした。